皆さんこんにちは。危ない刑事で有名な女優である浅野敦子さん。今回は浅野敦子が顔面崩壊し激変した現在の姿と魚住弁との熟年離婚の実態について紹介します。まずは浅野敦子の経歴とプロフィールから紹介します。浅野敦子は女優、1961年3月4日生まれ、東京都出身。10代の頃からモデルとして活動。15歳の時、山口百恵の主演映画エデンの生みの山口のクラスメートの役のオーディションに合格し、映画デビュー。1977年、TBS テレビ小説ふみ子と初のオーディションに合格。翌年、映画高校大パニック出演。また聖母観音大菩薩では全裸シーンを披露した。1980年代には、スローなブギにしてくれでもヌードを披露。さらに汚れた英雄などの角川映画にも出演した。1980年代後半に、危ない刑事とパパはニュースキャスターにレギュラー出演。1988年に放送されたトレンディードラマ、抱きしめたい。放映時には、共演の浅野ゆう子と共に W 浅野と呼ばれるなど人気を博した。1991年に武田鉄矢と共演したドラマ101回目のプロポーズは、最高視聴率 36.7% の高視聴率を記録した。その翌年から1996年までドラマ版サザエさんでサザエを演じるなど、コメディエンヌとしても活躍した。2003年より、古事記を題材にした日本神話への誘いをスタートし、俳優業と並行して日本各地の神社を回りながら、一人語りの舞台を開催する浅野敦子さんは、1983年に作詞家の魚住弁さんと結婚されています。魚住さんの職業は、コピーライターや作曲家として活動しているようです。そんな魚住さんは、慶応義塾大学卒で、36歳の時に22歳であった浅野敦子さんとの14歳差カップルとして話題になりました。夫婦仲も良いお二人として有名でしたが、なんと夫の魚住さんが認知症との噂が流れています。本当なのでしょうか？魚住さんは1947年1月1日生まれなので、最近はコピーライターとしての活動もあまりしておられず、妻の浅野敦子さんの露出も少ないことから、認知症のため家にこもっているという話があり、年齢的なこともあるのかと思いきや、調べてみると、確定した話は見つけることはできませんでした。やはり、コピーライターや作詞家としての活動が最近ないため、そのような噂が広がったのではないかと思われます。このことから、魚住さんは認知症との噂は、あくまでも噂でガセだったようです。ちなみに、浅野敦子さんと夫の魚住弁さんの間には一人の息子さんがいます。名前は魚住優さんといい、仕事はなんと NHK のアナウンサーをしています。大学は慶応義塾大学を卒業されていますので、父である魚住弁さんの後輩にあたります。そして、NHK のアナウンサーという、狭き門をくぐり抜けて入社されていますので、非常に優秀な方のようですね。ただ、これだけ謎に包まれた夫婦関係だからこそなのか、負の噂も一部で浮上しているようです。浅野敦子さんには離婚に関する噂が流れているのです。しかもそれは、ただ不仲やトラブルが理由の離婚という話ではありません。魚住弁さんが認知症になったため、離婚の危機にあったというのが噂の内容です。しかし、そのような事実が公表されたことはなく、証拠も見つかっていません。そのため、根拠なきデマということになります。このような噂が出回ったのには、いくつか理由があるでしょう。まず、2023年現在、魚住さんはすでに70歳を超えており、高齢と言えます。また、作曲家やコピーライターとしての活動で彼の名前をほぼ聞かなくなっています。そもそも魚住さんは一般人でもあるため、詳しい情報が出回ることもありません。妻である浅野敦子さんも、積極的にメディアで旦那さんについて話してはいないようです。これらの事情が重なった結果、認知症ではないかという噂が浮上したと考えられます。結婚の慣れ始めにしても、離婚危機の噂にしても、浅野敦子さんはプライベートについて、とりわけ夫婦生活についてほとんど明らかにしていません。これは一世を風靡した大女優としての自衛能力の賜物なのか、それとも個人的なポリシーなのかはわかりません。
いずれにせよ浅野温子さんの夫婦生活は芸能界でもトップクラスと言えるほど謎に包まれています。2019年3月末から体調不良を理由に自宅で療養していた浅野温子さんですが、2019年8月末に2020年秋に公開される時代劇映画見をつくし料理長で復帰しました。8月26日からスタートした撮影に参加し、共演者やスタッフと談笑しながら元気に仕事をこなしているようですし、体調不安説についても問題ないと語っていました。その後も不定期ではありますが映画やドラマに出演し、徐々に仕事のペースを上げていますので、現在は病状は改善しています。どんな仕事でもそうですが、特に女優という仕事はドラマや映画などの仕事が立て込んでくると休みを取ることができませんので、体に負荷がかかりすぎてしまったのでしょう。まだまだお若い浅野温子さんではありますが、くれぐれも体調管理には気をつけていただきたいと思います。浅野温子さんの体調不安説は2019年3月末に発覚しました。2019年4月20日から東京日本橋浜町の明治座で開幕する舞台を降板することが発表されたためです。出演予定の舞台は銀河鉄道999さよならメーテル僕の永遠でしたが、浅野温子さんの代役は松下由紀さんが務めることになりました。浅野温子さん本人の申し出により、都内の病院で診療と精密検査を行った結果、ドクターストップがかかるほどの状態でした。現在の病状はというと、だるくて体に力が入らず倦怠感を感じるということですが、具体的な病名については明らかにされていません。一般的には40代50代女性の多くが感じる倦怠感の原因は更年期障害だと言われています。更年期障害による症状は人によってかなり振れ幅があるようですが、症状の重い人の場合、倦怠感やけだるさを感じる期間が長引いたり、うつ病を発症するケースもあるため、安静にして十分な休養を取ることがとても大切だということです。芸能界では石田ゆり子さんが自律神経がついていかない、急に暑いと感じるなど更年期障害ならではの症状に陥っていることを告白したり、松井直美さんも自身のブログで更年期障害であることを告白したりと、未婚既婚に関係なく40代後半から50代前半にかけての女性の多くが更年期障害に悩まされているようです。都内で2023年11月1日に行われた映画帰ってきた危ない刑事の発表会見に浅野温子が登場。舘ひろし、柴田恭兵らとともにドラマの放送開始から37年というレジェンド作品の復活を盛り上げた。最近は映画やドラマへの出演も決して多くはなく、久々にマスコミの前に姿を現した浅野だが、髪型のイメチェンぶりに大きな注目が集まった金髪かと思うほどの明るいブラウンでサイドは大胆に剃られている浅野さんといえば、やはりトレンディドラマ全盛期に作られた黒のワンレンのイメージが圧倒的に強いですからね。近年は髪の長さが徐々に短くなっていましたが、ここまで個性的に変身しているとは思っていなかったので驚きました。還暦を超え従来のイメージを崩壊させた浅野温子にネットは衝撃を受けている。浅野さんだと言われなければわからないくらい変わった、何この超ファンキーな髪型、浅野温子の男前っぷりやばい、浅野温子さんの髪型かっこいいな、夏木マリさんもだけど還暦すぎた方々の攻め攻めスタイル好き。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。